ゃあ要するに僕がリスナーと、ね、花火を投げてくれるリスナーと配信外であって、そこで枕営業して投げてもらってるかっていう話ですよ。要するにやってない、やっているの知ってる。やばい、俺が枕営業してるのバレてる、僕が枕営業してるのバレてるんだけど、どうしよう。え、でもさ、逆に枕営業したいよね俺。なんかさ、アンチにさ、お前なんか女をか金で買わないとね、あの相手してもらえないんだとかさ、お前なんか女にモテないだろって散々言われてんだよ。で逆に俺がね、俺に抱いてもらうためにお金を払う女がいれば、その価値観って崩壊するわけじゃん。逆に枕営業したいね俺は、逆に。だってそうじゃない、俺散々言われるんだよアンチに、お前なんかお金をね払わないと女に相手してもらえないだろうとか、うん、お前なんか女にモテないとかって言うじゃん。それがさ、お金を払ってまで俺に相手してもらいたいって女が出てきたら、そのアンチの価値観が崩壊するだろうから、逆にしたいけどね僕はね、枕営業。うん。うん。うん。まあ僕本当はそれなりにモテるんだけどね。僕本当はそれなりにモテるんやけどね。うん。ああ、これ延長してる、最悪やこれ。しまった。この枠延長してるんだけど。50円使っちゃった。いやこれさ、なんか10分前になるとさ、この枠延長しますかみたいなのが出るじゃん。あれがうざいんだよ、なんか。あれが。だから、とりあえず、